主の祈りを祈ってまいりましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとき地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを御目に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは共に使徒信条を言ってまいりましょう。使徒信条。我は全地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に天を葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の神になる神の右座に構えり、賢い生きられて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは久保田牧師に導いていただいて、聖餐式を持ってまいります。それでは、聖餐式の時を持ちたいと思います。聖誕式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方はどなたでも、この聖誕の素晴らしい恵みを受けることができます。ですからそういう方はぜひこの聖誕を受けていただきたいと思います。それでは今日のこのヤング礼拝の聖誕式のためにお祈りします。愛する様、ありがとうございます。主が今日の聖誕式を導いてくださることをありがとうございます。主はどうぞこのパンとブドウシマナブドウジュースを祝福にしてくださり、恩恵と恩賞の祝福と恵みをどうぞ受けられる一人一人のうちに主が豊かに表してくださるようにお願いいたします。その名前によって祈ります。それでは引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。罪がありますよ、主の前に悔い改める時を持ちたいと思います。イエスの名前によって祈ります。イエスはパンを取り、祝福して後、これをさっき彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。
します。愛聖様、ありがとうございます。この聖さんの恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。聖さんの恵みを預かった後は、感謝の注ぎ物の時、どんどん国と神の御を歌いながら献金の時を持ってまいります。